ミハイル・ドミートリエヴィチ・ゴルチャコフ公は、ロシア帝国の貴族、砲兵将校。クリミア戦争で軍を率いた後、1856年から死去までポーランドのナメストニクを務めた。ゴルチャコフ家の出身、ドミトリー・ペトロビチ・ゴルチャコフの息子、ピョートル・ゴルチャコフの弟として生まれた。1807年に、ロシア帝国陸軍に入隊。 ロシアペルシャ戦争の1810年戦役とナポレオン戦争の1812年から1815年までの戦役に参戦した。1828年から1829年までのロト戦争では1828年のシリストラ、包囲戦と1829年のシリストラ、包囲戦に参戦した。1830年に召喚としての事例を受けた後、 11月放棄の鎮圧に関わり、1831年2月25日のオルシュインカ・グロホフスカの戦いで負傷したほか、5月のオストローエンカの戦いと9月のワルシャワの戦いで軍港を挙げて中将に昇進した。1846年、ポーランドの軍総督に任命され、1849年1 8 4 8年、ハンガリー革命の鎮圧に関わった。 1852年には皇帝ニコライ一世の高級副官及びロシア陸軍の参謀長になっており、同年に初代ウェリントン公爵が死去した時はその葬儀にロシア軍の代表として参列した。1853年にロシアがオスマン帝国に宣戦線布告してクリミア戦争が勃発すると最高指揮官としてロシア軍を率いてモルダビアとアラキアに進駐。 翌1854年にドナウ川を溶かして3月にシリストラを包囲した。4月に更迭され、イヴァン・パスケビチが公認となったが、パスケビチがわずかにヶ月後の6月8日に辞任したためゴルチャコフが復帰した。その後、ゴルチャコフは7月にシリストラの包囲を解いてドナウ川を渡り、8月には本国へ撤退した。1855年。 アレクサンドル・セルゲイエビチ・メンシコフの公認として、セバストポリのロシア軍総指揮官に任命された。その後は、セバストポリを放棄してその北に撤退したが、セバストポリの北の陣地を終戦まで守り切った。1856年、辞任したパスケビチの公認として、ポーランドのナメストニクに任命され、1861年5月30日にワルシャーで死去した。 生前の望みに従い、セバストポリに埋葬された。ありがとうございます。